リーフオクトパス、DCX スキマー、組み立て方法の説明です。まずはじめにセット内容の確認です。こちらがメインボディになります。固定用のスクリュー、コントロールパイプ、エアサイレンサー、コレクションカップ、ベース、エアインデッド、排水用 T 字パイプ、コントローラー、AC アダプター、オープンボルート、スキマーポンプ、チューブ2本になります。なお、今映っているコントローラーは DCX1000 を除く機種に採用されているコントローラーとなり、DCX1000 はコントローラー、ポンプの形、色が異なります。基本的な構造は一緒になります。それでは、DCX の組み立てを始めたいと思います。今回のご説明に合わせて、各部の、名称、ポイントなどもございますので、合わせて説明したいと思います。こちらがベースプレートになります。ベースプレートにはこちらのような、一箇所、切り込みがあります。この切り込みは、DCX のポンプが内部に入り、ケーブルを外に出すための溝、切り込みになります。また、真ん中に大きく開いた穴は、ろ過装の、底面の部分から、水を引き込み、ポンプに供給するための、接続用の穴となります。また、ベースプレートの裏には、防振ゴムがついていて、ポンプのバイブレーションを軽減し、音とノイズを少しでも減らすような、スタイルをとっています。次に、こちらが、ポンプになります。ご購入いただいた時には、このような形でセットになっています。このまま、お話を進めてもいいんですが、今後メンテナンス等もありますので、取り外し方を今日はご説明したいと思います。取り外し方は、とても簡単なのですが、最初少しコツがいります。ポンプをこのような形に、オープンボルートと合わせて置いていただいて、時計回りに回します。時計回りに回すんですが、ポンプが濡れてない状態で回しますと、とても、硬いので、少し力を入れて、回してください。このように回していただくとロックが外れます。次にゆっくりとポンプを上に持ち上げます。するとインペラとオープンボルートを取り除くことができます。オープンボルートを見ていただきますと、4箇所大きなくぼみがあります。こちらのくぼみとポンプについているこのくぼみを合わせて回すことでロックがかかる仕組みになっています。逆に、やっていただければロックが解除され、ポンプと、オープンボルートがこのようにセパレートされます。次に、ポンプのご説明です。ポンプはこのようにインペラ、インペラカバー、ボディ、シリコンオーリングがついています。オクトパスのポンプの最大の特徴は、こちらの穴にあります。他社にはない特別なアイデアで、ここから水を自動的に引き込み、ポンプの中をポンプの中を冷やしながら、こちらの大きな穴から水が少しだけ出る仕組みになっています。こちらから水が出るときに、インペラの周りを掃除することで、ポンプのパワーロス、および、カルシウムの固着等を防ぎます。一番の、メリットは、こちらの水が入ることによってポンプ内部が冷やされることでポンプの寿命が格段に、伸びています。これはオクトパスだけの特別なアイデアです。そしてこちらがインペラです。インペラを戻す際はこちらの穴とインペラカバーにある穴を同じ向きで合わせながら入れてください。そして軽く押します。横から見ると、こんな感じで、オーリングを挟んで、ボディとインペラカバーがこのようにくっついて
いる状態が正しいセットアップです。こちらを、戻したいと思います。オープンボルトに戻します。こちらの、出っ張りの部分とこちらの、大きく、カットしてある部分をしっかり合わせてください。そうしましたら、軽く押します。押したら今度は、時計回りに回します。これでロックがかかりました。それでは、ベースプレートに、取り付けたいと思います。ベースプレートに取り付けるときに、パーツをもう2つ使います。一つがこのエアインレット、隙間のポンプに空気を送り込む大切なパーツです。こちらには裏と表があって、こちらの少しすり鉢状になっている側が表、裏側はこのようにパイプの層が2つ見えているものが裏になります。そして、こちらのパーツに空気を送るのが2本付属していたチューブのうちの細い方のチューブになります。それでは、オープンボルートの、裏側を見てください。こちらの、オープンボルートの側面を見てください。この側面に一つ穴が開いています。こちらの穴に、まず細いチューブを通してください。この程度で、十分です。そしてエアインレットを取り付けるのですが、このエアインレットの、表面をこのような向きにしていただいて、シリコンチューブと接続します。軽く、ノズルの部分かもしくはシリコンチューブが濡れていると、より簡単に接続できると思います。だいたいこの程度チューブが刺さっていれば十分かと思います。そして、向きを合わせながら、この穴にオープンボルートをしっかりとさ、エアインレットを挟み込みます。このような感じです。隙間はほとんどありません。次に、こちらのベースにオープンボルートを取り付けます。この、エアインレットとここが合わさるようにするのですが、ここでポイントがあります。先ほどの切り込みの位置に対してエアチューブ、シリコンチューブが1個、約1個横に、ずれる、このような形ですね。この辺の位置をキープするように、して取り付けてください。軽く押します。このような感じになります。次に、ケーブル、ポンプから出ているケーブルをこの溝に通します。そうしたら、こちらのボディを、取り付けるのですが、このボディに1箇所このような穴が開いています。こちらとエアチューブを通してください。このような形で通っていくと思います。すると、この R の部分とメインボディとベースプレートがしっかりと位置が重なり、チューブがまっすぐ最短距離で出ます。これが反対向きになっていたりとかしますと、チューブの長さが足りなくなったりしますので、この位置がキープできるようにセットしてください。次に付属のスクリューを使って、
止めていきます。穴が合っていることを確認して取り付けてください。すべてのネジが取り付け終わりましたら、次に T 字パイプを取り付けます。 T 字パイプは、上下の向きはあまり関係ありません。このように取り付けてください。その際、接着剤等はご使用しませんので、接着剤で止めてしまうと後で向きが変えられなくなりますので、接着剤で止める必要はございません。次に、コントロールパイプをこの上から差し込みます。その際、まだ奥まで入れないでいただき、この、穴にシリコンチューブを差し込みます。このように、少し、顔を出す程度に、シリコンチューブを出してください。続いて、こちらのサイレンサーとシリコンチューブを取り付けます。どちら、これには上下がありまして、こちらの面がツルツルしていて出っ張りがないもの、このパイプだけは一箇所、出っ張りがありますが、この面は、ツルツル平らなものを上にします。反対側はこのように溝が掘れている形になります。こちらの出っ張りとチューブをしっかりと差し込みます。こちらはサイレンサーになっていて、隙間が空気が吸う、音を、軽減する働きがあります。こちらを赤いパイプにこのように取り付けます。こちらがサイレンサーになるんですが、こちらのサイレンサーの内部構造をちょっとお見せしたいと思います。こちらのサイレンサーの取り外しは、このように上の部分が取り外すことができます。ゆっくりと上に持ち上げてください。このようにパイプが貫通しています。そして中にはスポンジ、が入っていて、さらに音を軽減する構造になっています。スポンジが汚くなった際は、洗っていただいてお戻しいただければ結構です。次に、カップを取り付けます。カップには、シリコンオーリングがついています。最初に軽く、ワセリンや軽く水で濡らしていただくと入りやすいかと思います。そして軽く押していただきます。これで大まかな隙間の組み立ては完成しました。次に、コントローラーをポンプから出ている、ケーブルと組み合わせます。AC アダプターの、こちら側にメスの部分を差し込みます。しっかりと差し込んでください。そして、もう一方のジョイントをジャックを取り付けます。これでリーフオクトパスの隙間を使用する準備が整いました。なお DCX1000 のポンプコントローラーは今ご説明したものと若干異なります。 DCX1000 のコントローラーはこちらのモデルになります。おおむね形状は一緒ですのでお分かりになるかと思います。万が一
わからない場合には、当社ユーザーサポート、もしくは販売店さんにご相談ください。